自民党生稲晃子擁立へ。自民党は夏の参院選東京選挙区に新人で女優の生稲晃子氏を公認候補として擁立すると発表しました。生稲氏は乳がん治療と仕事を両立した経験を踏まえ、自分の経験を政策、法律、予算に反映させていければ世の中の役に立てるのではないかと会見で語っています。なあ、もうね、自民党とズブズブの久田さんがもう詳しいですかねまあでもね、やっぱ自民党関係者とこう飯食ってたんだけどね、うん、あのその時はね、やっぱね、うん、またタレントかと思ったらしいんですけど、うん、よくなんかね調べてみるとね、生稲さんのちょっと女性の病気、うん、あんまり詳しくないあれなんだけど女性特有の病気に対して、うん、あの福利厚生なりなんなりみたいのを、うん、あの一生懸命やってらっしゃる方ではあるらしいというのを聞いて、うん、まあいいかなと思うんだよね、どう、久ちゃんって言われたんですけど、うん、まあ受かるんじゃないですかね。まあなんだろうな、現状のタレント候補とかタレント政治家の中では、うんうん、常識人の方だと思いますよ、圧倒的に。そうだよね、そうそうそう、圧倒的にちゃんとした人で、そうだよね、僕も一回インタビューはしてますけど、あ、この人はこんなこと言ってたんですよみたいな記憶に残ってるエピソードがそんなないぐらいに、あ、真っ当な人ですね。真っ当な人で、あなるほど。どうかしたエピソードがまず浮かぶじゃないですか、大体こういうのって。僕、確かに三原仁子といえば当時の写真風化週刊誌の記者をボコボコにしたりとかあったねいろんなエピソードがまず浮かんでくるわけじゃないですか。三原仁子怖いんですけど、そうそれなかったこと今しますけど ね、そういうような話が出てこない人なんで、うん、まあそうだ、いいんじゃないですかね、出てもらったんだね、うん、あとグラドルの森下千里さん、ね、もう意外と自民党の中ではあの本当に地道にやってるらしくて。そうなんだ、うん、あの人も結構なね、アウトロー側の人ですからね、アウトロー側のよく言ってますけどね。そう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 なんだけど意外と真面目にやった。元祖三原仁子は三原仁子じゃないですか、あの、うん、張り込みの記者殴っちゃっててさ、うん、ね、あのそれ一緒書類送検されたじゃないですか。しかもあれマネージャーも一緒にでしたっけ、でしたっけ、マネージャーか彼氏か二人でボコボコにですよね。彼氏じゃないですか。そう、彼氏ですよ、うん今自民党の女性なんとか局長だわかんないけどさ、うん、なかなかないレベルのマスコミ対応してきたりですけど、ね、まあアウトローですよね、さすが三原仁子さんですよね、うん、あの変な荒っぽさはね、うん、それのマジですね、本当にね、はい、いいコメント来てますね、うん、自民党のお菓子はうまいね、久田あれはね、あの言い方はね、あの本当によくあれダメですよね、うちのあれはね、普通に言い方悪いよね、うん、ここに入って何これとか言ってね、こんなあれ自民党から来てるなとか言ってさ、あっちがお細胞的なものが自民党から来るんですね、切っちゃしまったんですね。だからお色になっちゃったんだから、言っても返さないで、だから返さないですそしたら、うん、ある日なんか、いや、まさし自民党のお菓子欲しいねとか言って、まあ、言い方家族ぐるみでね、うんうん、言い方いや全部あげてるんですよ、僕あのお中元とかはそういうね、うん、言い方、自民党のお菓子美味しいって思って、なんか変なこれみたいじゃないか、まあ、よっぽど美味しいものをねよっぽど美味しいもの、ね、よっぽど美味しいものをね、常識以上のお金を使ったね、使って見えるじゃないですか、うん、俺も食べたけど別にそんなに、いやこっちのこれ全然買わないですよ、これと、うん、買わないですよかといって入れるわけじゃないと言ってましたけど、あの、うん、自民党に入れるわけじゃないと言ってました。お菓子が美味しい方に入れますじゃないってことですね。ではない、自民党嫌いなんで、むしろ本当のお菓子で、うんうんうん、確かに、うん、インゴじゃないよね。違う、そうそう、インゴではない、本当のお菓子ね、うん、それやばいな、ね、危ない、ね、握りゴルフをチョコレートと呼ぶみたいなそういうインゴじゃないですよね違う違う、お菓子はそういうちょっとチョコレートをかけてやろうかなそういう風に使われてない、本当にチョコかけるわけじゃなかったっていうそういう使い方してないと思いますね、はい、おかしいね、なるほど、漬物とかもそういう使い方してないと思うんですね、漬物もね、はい、ものすごい重いものが送られてきて、はい、これは何か大変なものかと思ったら漬物だったっていうね、そうそう、すごいうまい漬物だったですね、鮭の漬物とかね、すごい重すぎるんだけど、この漬物絶対おかしいっていう、やべえと思ったんだけど開けたら本当にいい漬物だったですね本当にいい漬物そうそう、はい、次いきますか。この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。